よろしくお願いいたします。本日の発表項目は、学び直しサイト、教育 TV についてでございます。京都府では人生100年時代において、生涯にわたって活躍し続けることができる環境づくりに取り組んでおりまして、令和3年度に京都府生涯現役クリエイティブセンターを立ち上げ、全世代型のセンターとして、リカレント研修の提供などに取り組んでおります。一方で企業の方からは、北部からは研修に参加できないとか、研修に派遣するだけの時間的ゆとりがない、また育休から復帰する社員に向けた研修が欲しいといった声もいただいております。そのようなご意見も踏まえまして、24時間、いつでも、そしてどこからでも学ぶことができるオンラインサイトを3月21日に開設をいたします。主な特徴といたしましては、ビジネスやスキルアップに役立つ約300講座を完全無料でオンデマンド配信すること、それから国のデジタルスキル標準に対応したデジタル関係の講座が充実していること、それから自身の受講履歴などを確認できるマイページ機能やキャリア支援が受けられるコンシェルジュ機能を実装したことなどとなっております。また、サイトオープンに合わせまして、京都のトップリーダーの皆様にご講演をいただくビジネス講座を順次配信する予定としております。完全無料でご利用いただけますので、多くの皆様に活用いただけるよう、皆様からの周知の方もよろしくお願いいたします。私からは以上です。よろしくお願いします。それでは。